R.J. バンデグラフによって1929年に発明された。バンデグラフ、バンデグラーフ、バンデグラフなどとも表記する。ローラーによってゴムベルトを回転させて電荷を運び、絶縁性の柱の上に置かれた中空の金属球に溜めていくことで非常に高い電位差を作り出す。高圧の直流電圧を発生させることができる。一方、 電流は低く抑えられる。高電粒を空気で絶縁するタイプの装置では、近年5メガボルトの電位差が得られる。卓上用の簡便な機種でも、電位差は数百 KV に達し、目に見える大きさのスパークを発生させるのに、十分なエネルギーを蓄えることができる。簡便なバンデグラフ起電機は静電気学の教材として、または、 サイエンスショーや科学館での展示に用いられる。バンデグラフ気電機は物理研究用の粒子加速器として発展してきた。この種の気電機で得られる高電圧は真空中でア原子粒子を高速にまで加速させるために有用であった。加速エネルギーの大きさでは1930年代に 考案されたサイクロトロン加速器に及ばないものの、エネルギーの安定性及び制御性に優れ、粒子ビームの広がりが小さいなどの利点があり、改良を重ねながら今日まで用いられ続けている。各物理学研究以外にも、核医学分野で、高エネルギー粒子の発生や X 線ラジオグラフィに用いられたり、加速器質量分析をはじめとする微量元素分析や、 材料分野での四注入へ応用されることも一般的である。バンデグラフ装置のターミナル電位はアーク放電やコロナ放電の発生により制限されるが、現代の実用バンデグラフ装置は絶縁ガスを満たした加圧タンクに収められているのが一般的であり、これにより電位差は最大で約25メガボルトに達する。実質的な電位差を増大させるため、 グラウンドから高電位ターミナルまでを横断させながら、多段階の加速を行う方式はタンデム型、バンデグラフ加速器と呼ばれる。例として、25メガボルトのターミナル電位を持つ、タンデム加速器で高の重オンを加速させると、400メブ以上のエネルギーを持つ4ビームを作り出す、ことができる。バンデグラフ機電気の模式図。空気絶縁式としては、 世界最大のバンデグラフ機電機が起こした火花。ボストン科学博物館に展示されている。左の模式図に示すのはごくシンプルな空気、絶縁式のバンデグラフ機電機である。異なる材質で作られた2本のローラーに輪になった、ベルトをかけ、モーターで回転させる。ベルトの材質には、ゴムや絹など絶縁性で柔軟な物質を用いる。ローラーの一つは、 中空の金属球の中に設置され、もう一方は柱の下部に置かれる。それぞれのローラーの近くには尖った刃を持つ、櫛型電極が備えられており、ベルトと触れない程度の距離が保たれている。金属球の中にある、櫛型電極は玉と電気的に接続されており、下部の電極は設置されている。電化の発生には摩擦帯電を利用する。 図の例では、ゴムベルトの裏面が、髪型のアクリル製ローラーとすり合わされて負に帯電し、ローラーは逆にまさに帯電する。不電化は、ベルトの回転に連れて下方に送られ、一方で、静電化はローラーに蓄積し続ける。まさに帯電したローラーは近接する、櫛型電極に対して、電場を及ぼす。櫛の刃が鋭利であればその先端位置での電場は、 非常に強くなり、空気の分子をイオン化するほどになる。イオン化によって生じた電子は、ゴムベルトの表面へ、ヒイオンは、串型電極へと引き付けられる。電極に触れたヒイオンは、電極から電子を受け取って中和され、結果として電極及び金属球の電子数は、減少する。金属球が得た正味の静電化は玉柄の外面に、蓄積するため、玉角内部には、 電場は作られない。その理由は、ファラデーのアイスペール実験と同様に、ガウスの法則で理解することができる。蓄積した電荷が玉内に影響することがないので、串型電極での静電誘導過程は、継続的に行われ、玉柄には電荷が蓄積され続ける。この例では、下側のローラーは、金属でできており、加工してきたベルトの利面と触れて、 不電化を奪い取る。それによって、下側のくし電極でも歯の先端に強い電状が生じ、空気の分子をイオン化する。ここで生じた電子は電極を経て、グラウンドに送られるが、非イオンはベルト表面に引き付けられていき、不電化を奪い去るか表面に吸着することで、正味の静電化を与える。上昇側、 加工側のベルトがそれぞれ輸送する電化の収支はたまに、対して、正となる。つまり、ベルトの回転とともに定常的な、充電電流が流れ、たまに、静電化を蓄積し続ける。大電量の増加が止まるのは、コロナ放電やリーク電流によって電化が失われる、速度と充電電流が釣り合った時である。これらの効果を緩和するため、金属球のサイズを大きくして、 グラウンドから遠くに置くほど最高到達電位は大きくなる。なお、ここでは上昇側のベルトが加工側に比べて相対的にまさに帯電していると考えたが各部の材質の選択次第で符号を逆にすることもできる。図に描かれた金属の昇給は下側く型電極と同じく設置され棒の先につけて動かせるようになっている。 小球を帯電球に近づけると、グラウンドから小球まで電子が上ってくる。電柱が十分大きければ、空気が絶縁破壊を起こして火花放電が見られる。蒸気のような摩擦帯電式の起電機は、高圧電源を必要としないため、容易に自作することができ、サイエンスフェアで展示するのにも向いている。高圧電源をベルトの上部や下部に設置することで、 効率的にベルトに電荷を与えれば、より高いデニを実現することができるが、ここでは詳細は省く。大電電極は必ずしも休憩でなくても構わないが、実際には図のように玉の凹面にベルトを迎え入れる形状が最適である。大電電極が完全に休憩であれば、その表面の電柱は均一になり、電柱が局所的に強くなる箇所がなくなるため、 周りの気体有電体をイオン化させずに電位を上げることができる。また、帯電電極に対して外側から電荷を近づける方式だったとすれば、電位がある程度高くなったところで電荷によって輸送が妨げられてしまう。しかし、帯電動体はその内部に電場を作らないので、内側から電荷を近づける方式なら、連続して電荷を送り込み続けることができる。 このように、バンデグラフ気電機は、広い範囲の電位差に対して、一定の電流を供給することができるので、ほぼ理想的な電流源とみなせる。バンデグラフ気電機で作ることができる最大の電位は、周囲の機体に、コロナ放電が発生し始める電場 EMAX に、給電極の半径 R をかけたものでおおよそ、与えられる。標準状態の空気の絶縁体力は、 約 30kV センチメートルである。よって、例えば直径30センチメートルの給電極がよく磨かれていれば、最大電圧リマックスは約 450kV になると期待される。以上の理由で、バンデグラフ機電機は可能な限り、大きい休憩電極を持つように設計されることが、ほとんどである。学校教育用のバンデグラフ機電機、 ソーセージ型の上部電極を取り外したところ、ベルトに電荷を付与するための下部串型電極、ベルトから電荷を除去するための上部串型電極、ゴメブのバンデグラフ型加速器、ウェスティングハウスアトムスマッシャー、ウェスティングハウスエレクトリック社によって1937年に建造された、ハンガリーの線形加速器、第1号に備えられていた、バンデグラフ機電機、 1951年に 700KV、1952年に 1000KV の電圧を達成した。加圧タンクの中に収められたバンデグラフ型加速器。パリにあるピエール・マリー・キュリー大学に設置されている。光電位電局の内部に力学的な手段で電荷を少量ずつ送り込むという発電方式はトムソンが1867年に発明した。 ケルビン水滴誘導機電機にまで遡る。これは帯電した水滴が、同符号の電荷を帯びた受け皿へと、連続して滴り落ち、電荷を蓄積していく仕組みだった。この方式では、受け皿からの静電積力にこうして、水滴を運ぶのは重力であるが、トムソン自身ははじめ水滴ではなくベルトを用いて、電荷を運ぶことを提案していた。循環するベルトによって、 電荷を運ぶ方式の起電機は1872年にアウグストリーギによって初めて作られた。リーギの装置で電荷を運ぶのは天然ゴムのチューブベルトにはめられた多数の針金リングであった。設置されたローラーの近くに帯電板が備え付けられ、静電誘導によってリングに電荷を誘起する。チューブは循環の途中で休憩の金属電極を 貫通する構造になっており、玉電極内部で、リングから玉へと電荷の受け渡しが行われる。ジョン・グレーもまたベルト式の起電機を発明した。1903年には、ジュアン・バーボアによって、さらに成功なベルト式起電機が発明された。しかし、バンデグラフに直接インスピレーションを与えたのは、1920年代に WFG スワンが開発していた。 気電機であった。落下する金属球が電荷を運ぶというケルビンの水滴誘導気電機の原理を復活させた方式だった。プリンストン大学でフェローを務めていた物理学者 R.J. バンデグラフは同僚ニコラス・バークと共同で1929年から静電気電機の開発に着手した。空き缶とモーター、雑貨店で購入した安物の絹り本を用いて 制作された第1号機の運転に成功したのは1929年10月のことであった。バンデグラフは時を置かず物理学部の学長と交渉し、装置を改良する資金として100ドルを獲得した。1931年には、アメリカ物理学会の会合において150万ボルトの電圧を達成したことを報告し、この装置は単純安価で持ち運びも可能である。 必要な電源は電球ソケット一つである。と述べた。特許出願によれば、この装置は高さ 180cm の方形三ガラス柱の上に直径 60cm の電化蓄積用球体を2つ取り付けたもので、材料費は1931年時点でわずか90ドルであった。バンデグラフは1931年12月に2件目の 特許を出願し、後に認められた。この特許は純利益の一部と引き換えに、マサチューセッツ工科大学に譲渡されていた。1933年、バンデグラフは12メートルサイズの大型機電機を MIT のラウンドヒル施設に建造し、7メガボルトの電圧を達成した。現在まで続く。 バンデグラフ型加速器の基本様式を1930年代に確立したのはウィスコンシン大学のレーモンドハーブであった。ハーブは空気の代わりに高圧の絶縁ガスを用いて放電を防いだ。また、中空の絶縁柱に東電位線の役割を果たす金属リングを多数はめて内部の電気勾配を均一に保ち、 その中に発電ベルトと加速管を収めた。第二次世界大戦が始まると、ウィスコンシン大学で作成された静電加速器の一機が、ロスアラモス国立研究所に輸送され、マンハッタン計画に利用された。1937年、ウェスティングハウスエレクトリック社はゴメブのエネルギーを生成することが可能な20メートルサイズのバンデグラフ型加速器を、 ペンシルバニア州フォレストヒルズに建造した。この施設は、ウェスティングハウスアトムスマッシャーと呼ばれ、各物理学研究の民間利用の短所となった。この施設は1958年に閉鎖され、2015年に解体された。第二次大戦後、大型加速機の民間需要が高まった。1947年にバンデ・グラフラが設立した、ハベック社は・シャ 数十年にわたって大型静電加速器の開発と供給を主導した。ハーブは1965年に NEC 社を設立し、ハベック社と並んで大型加速器を多数建造した。日本でも戦前から研究機関によるバンデグラフ加速器の試作が行われていたが、戦後1960年代からは東芝や三菱、日立などの民間企業が 加速機開発の主体となった。タンデム型加速機は安定性、制御性というバンデグラフ型加速機の利点を保ったまま加速エネルギーを増大させようという試みの中から生まれてきた。この方式では加速エネルギーを倍増させるために2段階の加速を行う。まず、影用語、グラウンドから高電位ターミナルまで電位勾配に沿って加速させ、 ターミナル中で物質と相互作用させて複数の電子を奪い、非ンへと変えてからグラウンドまで逆の電位勾配に沿ってさらに加速させる。このようなアイディアは静電加速器の登場と共に提唱されていたが、イオン源などの周辺技術が確立していなかったため実現できなかった。初めて実用化されたタンデム型加速器はハベック社のアンタンデムである。 1964年には、タンデム加速器に加えて、前段加速用として、もう一機の静電加速器を用いる三段タンデム方式が、開発された。1970年代になると、放電を防ぐため6復火用ガスを満たした、加圧タンクに収めることで、タンデム型加速器で14メガボルトまでのターミナル電圧が達成された。これにより、 軽イオンの直接反応を研究するのに必要な数、10メブのエネルギーを持つ14ビームが得られるようになった。これまでに達成された最大のターミナル電圧は、オークリッチ国立研究所ホリフィールド、放射性イオンビーム施設のタンデム式加速器における25.5メガボルトである。その後、ターミナル電圧30メガボルトを達成することを目指して、 デアスブリー社やストラスブール社が大型機電機の開発を進めたが、いずれも試験段階で中止された。到達電圧を向上させるために機電機をスケールアップさせる試みはこれをもってと絶えた。ペレトロン加速機は NEC 社が開発したバンデグラフ型加速機の発展型である。それまでの加速機で電圧を制限していた主要因は、 真空加速管中の放電であったが、ペレトロン加速器では真空を汚染して、放電の原因となる有機接着剤を用いずに加速管を製造していた。ペレトロンの名は絶縁ベルトの代わりに、金属ペレットと絶縁つぎてからなるペレットチェーンを用いることから来ており、これにより有機物蒸気やマモ庫の発生を防いでいる。また、 絶縁体力が高い SF6 ガスを用いるため、電化の発生には、機体のイオン化ではなく設置プーリーと、インダクター電極による、静電誘導を利用する。オーストラリア国立大学14加速機施設に、設置されている電圧15.5メガボルトの 14UD ペレトロン加速機では、チェーン長は20メートル、回転速度は時速50キロメートルである。 世界最大の空気絶縁式バンデグラフ機電機とテスラコイルを用いたサイアニンスショー。ボストン科学博物館。2008年サンマテオで開催されたメーカーフェアに展示されているバンデグラフ機電機。マジックハウスに展示されているバンデグラフ機電機。多くの科学博物館では小型のバンデグラフ機電機を展示しており、 放電を起こしたり、来館者の髪の毛を立たせたりといった静電気のデモンストレーションに用いている。また学校教育やサイエンスショーで用いられることもある。バンデグラフが1930年代に作成した空気絶縁型としては、世界最大のバンデグラフ起電機は、現在ボストン科学博物館に常設展示されている。一部が重なり合った二つのアルミ玉は、 直径4.5メートルで、高さ6.7メートルの柱に乗せられており、最大到達電圧は2メガボルトである。同館ではこの起電機とテスラコイルを用いた、サイエンスショーが日に2、3回実施されている。ウィムズハースト式やボネッティ式のような古典的、静電気電機では、バンデグラフ起電機よりも、大きい電流を容易に得られるほか、政府両方の電化を発生させることができる。 しかし、これらの起電機では、高電位電極が露出しておりコロナ放電が発生することや、絶縁性が悪く漏れ電流が流れることで、電圧は制限される。一般に、静電気電機では、高電位電極への電化の蓄積速度は非常に小さいため、電極から漏れ出す電流が電化の蓄積速度と等しくなった時点で、電位は頭打ちになる。 バンデグラフ記電気では、ベルトが運ぶ電化は大きい中空の球状電極へと、貯められる。漏れ電流とコロナ放電を低減するには、球が、理想的な形状であり、このため、バンデグラフ記電気は、静電気電気の中で最大の電圧を生成できる。加速器用途にバンデグラフ記電気が用いられてきたのは、これが理由である。ありがとうございます。